久保さん、なんかね今日ちょっと発見したんですけどなんかヒカキンさんがカップラーメン出したのは久保さん知,知らないかもしれないですけどもうすごい話題になってもう売り切れなんですよねで今日知ったんですけど味噌るっていうのが出て,出てたらしくてヒカルんがなんかあのそのなんだ味噌菌をパクって味噌るっていう しかもこれ、ね、タイアップしてるっていうね、ジャン、ジャンバ、ジャンからジャンバラかラーメン屋さんとコラボして、あの、ミソルっていうのを出したんですよ。へーみたいな。しかもその、PV とかも、もう完全パクリなんですよ。パロディで。で、なんか、構想1週間で、なんか2日で作るみたいな。<laughs> めっちゃ早く。しかも、その、ラーメン屋さんに誰が交渉したのか、まあ、光くんが交渉したのか分かんないですけど、その、それを OK してラーメン屋さんもなかなか、 あのすごいなと思うんですけどだからなんかスピードってすげえ大事だなとは思いますねうん,なんかまああれをねなんかそのまあ完全にその見ればパクリだって分かるんだけどもあれをまあ批判する人もいるんだけども要はそのスピード感覚なんですよねやっぱそのトレンドが落ちた時に発信してもうんやっぱ無理なんですよねだ久保さんがやっぱうまいなと思ったそれト,トレンドにこう常にこう乗っかっていく そのネットビジネス、あのー、うわーってなってたときにトレンドに乗ったし、あのー、か暗号通貨もう間違いなくトレンドになったし、僕ね、一度も波に乗ったことないですよね、あんまり。ずっとなんかこう,こういう感じなんで、トレンドにあんまり乗ったことがなくてそうだな。あのね、なんかショート動画もね、なんかあれもすごいバズったしね、久保さん。あと、ナイトライダーも結構バズりましたよね。 そうナイトライダーも何十万回多分回ったと思いますし、僕一回もないですよね。2万6000本アップして10万回を超えた動画一本もないですよ。ある意味あれですよね。<laughs> 2万6000本もアップして10万回超えが一本もないっていうね。<laughs> <え>まあ僕は僕なりにやっていきます。いってらっしゃい。